なんでやねん。騙されたし、それに乗った自分情けないし、完全に夜逃げだと思います。もう全員寝静まったの確認してもう出ていくみたいな。もう何も残ってないんで、そこへの扉をこじ開けたい。さらに科学が得意で、まあ、薬学部に勉強についていけない、まあ、退学することに、いろんなことから逃げるような選択肢を取り続けてきたんですけど、自分の中で納得いくところまで、まあ、努力し続けて、もう逃げない若者スペシャル。